中国の上海日清食品、和風そば麺、芝魚海鮮麺、揚げ麺に液体ウニ粉末スープ、かやくフォークがついています。麺は細めで気泡感があり、香りがあまりしません。でもカップそばの麺としてはそう違和感はなく、日本の製品と比べてもさほど見劣りしません。スープは甘めで醤油は薄いです。芝魚とは鰹節のことらしいですが、なんとなく中華風で華やかな味がします。唐辛子の刺激も日本とは違い、キラキラしています。そばの具材に人参、キャベツ、コーンというのは面白いです。かなり混ぜ物の多いそばという印象ですが、多分中国の人にとっては日本のそばでは全然物足りなく感じるんでしょう。